インジニー宮下克也、よろしくお願いします。はい、第5回の草木シャバの草木について、実行委員のリーダーをしましたジュリオシャガー、僕はきっかけっていうテーマで今日はお話をさせていただこうかと思います。よろしくお願いします。まあ、誰かということなんですけど、今課題の工学部の建築学3年生です。当時、草木一丁をやったときは、すぐ近くに鹿児島高専の都市環境デザイン工学館というところで土木を学んでいました。で、これサボっているときに撮られた写真をちょっと出したくなかったんですけど、まあ、聞きました。まあ、草木一丁何なのかって結構思う方がいると思うんですけど、汽車場認定と汽車場公園、まあ、市内の汽車場ですね、のところの、ところである、まあ、社会実験の街と人をつなぐ、人と人をつなぐというイベントをしています。で、1万人規模の大きなイベントなんですけども、これは半年から1回、年に1回っていうのをやって、で、裏側では、コンセプトは、つながりから絆へっていう、まあ、人との人つながりだったり、街と人とのつながりっていうのをコンセプトにしています。で、第5回までは短期目標で、で、今からは中期目標、人材育成とかのところも関わりながらやっています。で、まあ、こういうところに、僕は実行委員のリーダーとしていたんですけど、まあ、元はさっき言ったこういうところにいました。世界を支える技術者、まあ、かっこいいこと言ってるどうでもいいかと思うんですけど結構、まあ、やってたことはそんな、ここが、まあ、普通に学生を、4年生まで普通に学生して、まあ、5年行ったんですけど普通に学生をしていて、まあ、いろんなことに熱中してました。で、これ高専時代の写真なんですけど、一番こっちがサッカー部行ったんですね。鹿児島高専サッカー部の市内海岸ってあるんですけど、 100m100 本ダッシュっていうのがあって、それ終わった後の写真とか、オーストラリアで短期留学で、あと応援団とか有名なそういう応援団で頑張ったり、初めてワークショップを4年生の最後にしたんですよ。だけどなんかいろいろやってたんですけど、なんかチリチリやがるけどずっと思ってて、なんか熱注ぐところがここじゃないっていうのをずっと思ってて、なんかな、なんかなとか思って、で、その時にまあ卒業研究とかもやり始めて、でもなんか建築学んでたんですけど、それもなんか違うんだよなっていうのをずっと思ってて、その時にゼミの先生にこの本を渡しました。リアリノベーション変化の構造とどこからです。これは馬場正隆さんっていうオープンウェイの方が書かれてるんですけど、6都市の街づくりをした本の事例を紹介してるやつで、これ読むとすっげえ面白いなみたいな、なんなのこの街づくりっていう、すっごいその時に本当に面白いと思って、いや、いろんな本を読んで、自分の町、自分はアイラが出身なんですけど、見たときに、まあ、イオンあって、あ、いいじゃんみたいな、交通の便めっちゃいいし、で、交通の便いいから、すごい住みやすいし、で、ベッドタウン化して、人口減少言われてるけど、アイラ市って人口増えてるんですよ、まあ、いいなみたいな、すごい思ってたんですけど、まあ、実際のところは全然違くて、地方資本、イオンがあるってあると、そこにお金が取られたら、要は、イオンは鹿児島の企業じゃないので、他のところにお金が取られる。構図の面がいいから通り過ぎられる人たちだったりとか、いろんな問題があって、で、結果それが若者の地元離れっていうところにつながってて、なんか違うなって感じ。ただこれ自分の地元を写しますよね。僕がすごくどいながらいいと思います。夕焼けとかすごく綺麗で、なんかこういうところで地域のコミュニティもちょこっとだけ残ってたりして、これを守りたいなとか、やっぱ自分のアイラとか元々出身の霧島っていうところももっと守りたいし、もっといい方向に変えないかな、こういう地元のの、これ貢献したいと思って、そこからいろいろ動いて、街づくり、で、そこの時に、この軒先一っていう生活で、変わりました。で、この方、すべさんって方なんですけど、この人の仕掛け人で、こういうのに出会って、軒先一っていうのをやってました。で、これは初回の時の初めての仕掛け人の写真で、で、これが、5ヶ月、6ヶ月ぐらい準備したんですけど、その間に、リノベーションスクールっていう、実際の対象案件物件を使って提案するっていうイベントみたいなものにも参加したり、自分は姶良市の出身の成人式の実行委員長とかやって、実際に組織を動かすっていうことも、まあ、自分なりにやってみて、いろいろ変わっていって、いろいろ得たものがあって、まあ、いろいろやったんで、タスクの量がめっちゃ増えたりとか、まあ、人脈っていうのが一番増えて、変化したものの中でも考え方、視点とかいろいろあるんですけど、一番変わったのは、自分の夢っていうのは、すごくこれ、やってる中ですごく変わっていって、で、その夢っていうのが、が、高専の時は、まあ、建築と学んで建築家になりたいと思ったんですけど、今は今日の肩書きの書いてあるんですけど、幸せクリエイターという
対にやりたいなと思って、まあ幸せクリエイターっていうのが多分みんなパッてなってポカーンってなると思うんですけど、 なんだこのふわってビルッとしたやつは何なのか、これ自分が定義してたんですけど、小さなものから大きなもの、形あるものからないものまでをクリエイトし生み出した全てのものが誰かにとって幸せなものであるもの、まあ幸せなものを作る人っていうことらしいです。でそれが形あるしないしどうでもいいけど、それが誰かにとってやっぱ幸せなものであるっていうものを自分は作れる人でありたいと思っていて、でこれが夢が目的じゃなくて、高専の時の建築家っていうのはなることが目的だとしてなったらこうじゃなくて、今の幸せクリエイターっていうのは目的のための手段でなる。でそうなった上に目的の手段になった上でもその先があって、でその先っていうのが、ここなんですけど、誇り思いのある自分の地元を霧島あやっての誇り思いのある地元にしたい、そのために幸せクリエイターに、幸せクリエイターになってそういうことを生かしてこういう街にしたい、でそのさらにもっと先には日本の生活の日常の満足度っていうのを上げたいなっていう、まあ、これはいろいろ思いがあるんで後で聞きたかったら聞いてください。で今はこういうことです、まあ、さっき言ったここから会議っていうのも自分が、運営で入ってたりして、まあ、それやってるとかリノベーションスクールから派生したイベントをやってる、やっぱ建築学生なんで一応勉強もしないといけないんで、こういう建築のそこをやって今勉強もしながらイベントもしながら今やれること、将来のためにやれることっていうのを今やってて、これからは、これは建築の学生 のクラスのメンバーで、今度は建築って形あるじゃないですか、この空間があってこういう箱があって、ただこの箱が単なる箱ハードじゃなくてソフトの柔らかいものを作るハードなんですよっていうことを建築で伝えましょうっていうイベントを今準備して企画をしていて、こういうことをやっていったらなと思っています。ご清聴ありがとうございました。まさかスライドショーの軒先一のとかこの辺に僕の高校の同級生がいましてちょっとびっくりしましたね。いや、まあ、僕もそれこそこの軒先一はもう僕が去年鹿児島市に移ってすぐその友人から、先ほど移ってた友人からどこに住もうかな、まあ、不動産をやられてる友人なんですけど、どこなんかいい物件ないかなって言ったら、今岸沢が熱いよと、お前新たに住めと、で今新たに住んでるんですけど、軒先一にも出てくると、もう何度もその同級生から言われてたんですけど、ずっと、いや、ちょっと都合が合わないと、でもまあこうやってね、ちょっと今日知り合ってしまったので、ちょっと次回は、ちょっと都合も合わせて、軒先一にも顔を出させていただきます。じゃあもう言っときます。はい、今言っときます、ね。知らせってやつ、知らせてください。はい、見せてください。はい、皆さんもぜひ、記者場めっちゃいいお店たくさんあるんで、僕に言ってください、紹介しますので、ね。今、開拓してますんでね。はい、ぜひまたお話もいろいろ、後々、伺ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。